あのブロックポイントを取りに行きたいというところが多分勝敗に分かれると思うのでそこ注目したいですね。荒木が打っていきましたがそれを岡山拾うでこれ久月も持ってって石井が無理やり打っていきました。岡山チャンスになってわーどうだあの角度から切れていきました。金田修華です。荒木彩香が184センチあります。真ん中金田修華宇賀神そして動かしてきてカースマー真ん中石井が取る。野見崎は秋田城を使っておく。あーこれはいい形でした。一つで切りました。抜けば確かにこう7点差で、はい、そうなんですよね。やられてる感があまりないんですよね、うんはいはい、後ろを使ってきました井上さん。ただこれもしっかり拾う。で2段トスですが神田修華ブロック見ながら打ってさあ野本井上美咲はレフトへ行ってもう一度野本に来た。しっかりフォロー入って吉岡からレフトに行きます金田修華。今ノートを狙っていって後ろから井上さん飛んでくる。井上美咲のサーブいいサーブだ。ただ金田に行く。今度はまだ手先を見て打った。反応したネット際帰ってきた岡山チャンスで動きますが金田の方に行く。ブロックかかった方を入るでいいトスがライトに回って OK です。最後の強打ではありません。ただ落ちればポイントになりますバレーボールです。まあ、久々はもうこれ後がなくなりましたから改めて何が大切ですか。そうですねやっぱりディフェンスの時は準備の速さ、もう一回エース2つ目かそうですね2つ目になりますね。最高確率の 25% です。アキンダーではです。うわーこれ反応宇賀神が取りました。モダネパスさあ帰ってきました。これもやや崩れて石井プッシュ。ただこれ少し強くてしっかり取った中使って川島ああ重なったすぐブロックに行きます。レフトに上げてここで決めました金田修華。今カメラで透明にこう映った感じだと、まあ、変わった井上咲はちょっとこう涙しているところもありました。悔しさがおそらくあったのかもしれません。動かしていく落としていきましてまたこれもポイントになりました岡山です。いや大事なところで多いか非常にこう視野が広いですよね、はい、こうアンテナまで走ったときは外に勝負それから空いてたら落とすっていうところですよね、はい、これ合わない。また岡山これがチャンスになるトランジション。そして今度吉岡です。石井が飛び込むよく取った。あっとこれがちょっと流れてブロックかかる。続きます。もう一回渡辺宇賀神そして動かしてきて及川落とす。ちょっとバタバタしています。また岡山今度レフトで吉岡プッシュなんだ。非常に今のは動きの量も多かったです。良かったですね、はい、これで小島がついていきましたでしっかり決めきれてますよね、はい、これ触ったもう一回で渡辺井上触る。小島が突っ込んでいく。野本返す再び動いてきて金田修華よく取りました。豊原動きながらです。石井クロスこれ今度吉岡取った。そして金田豊が取った。小島がなんとか上げた。石井うわこれも取った。うわつながった。そして金田石井小島あーっとここでミスになりました。が出たりあとは井村が出たりと、まあ、いろんな選手を、まあ、シーズン通しても使っています川本監督です。おこれサインミス強打動かしてきてこれは秋田亮石落とす触るクロスに入った井上が触った。戸江の2段トスから野本強くいけない真ん中使って川島レフトに行った石井今度ストレートおまたそこも反応いやこれも上がる今度奥になって秋田でうわこれもまた拾ったちょっとこれ奥になっていって最終的に小島が決めました。シュート回転かかっていきました。これはいいサーブになっています。そして金田修華まで指先狙って打っていきまして決めきりました。
ました。最後の彼らシューターでゲームを終えました。